こんにちは、リトマンです。今日が7月22日の朝5時前ぐらいなんですけど、今日がボタニカルボタニカルの1日目、アガベデーということで、まあちょっと今日はね、アガベそんなに欲しいものはないんですけど、もともとイベントでちょっと行きたい用事があって、まあそれが確か11時半会場とかなのかな。で、ボタニカルボタニカルが9時会場なので、まあちょっとワンチャンボタニカルボタニカル行った後に、まあそのイベント行けるんじゃないかなと思っていて、まあ、私の中のメインは明日のコーデックスデーなんですけど、まあ、その前哨戦として、まあ、明日がどんな感じかちょっと視察も兼ねて、今日は朝一からアガベデーですが行きたいと思います。まあ、ボタニカルボタニカル自体が確か朝整理券が8時から配布開始なのかな。で、9時入場とかなので、まあ、結構早いんですよね。で、私始発で行っても確か6時過ぎぐらいに着くので、まあ、なので、まあ、1時間ちょっとぐらい、2時間ぐらいか、会場まで、まあ、最長で14時間並んだことがある私にとっては、まあ、2時間ちょっとぐらい全然朝飯前ですね。まあ、なのでちょっと様子を見がてら、まあ、ビデオを回してますが、まあ、多分ちょっと1本というよりかは、まあ、今日行ってきた会場の様子、まあ、いろんなところの様子をつなげて、まあ、ビログ形式で出せたら出せるかなという感じですね。まあ、多分明日のコーデックスデーと一緒になっている可能性は高いです。ということで、今駅に向かっているので、このまま行ってきたいと思います。では本日もよろしくお願いします。ちょっと早く着けすぎたので、明日、まあ、最悪車で来ようかなと思っていて、まあ、ちょっと安く止めすれそうなパーキングをリサーチしております。まあ、ここが一番いいかな。12時間2800円、まあ、6時間2000円とか、あとは5時間で1800円とか、この辺多そうですね。まあ、その中だったら12時間で2800円のここが良さそう。まあ、全然空いてるっぽいんで、ちょっと明日車で来ようかな。始発だとちょっとあれなので、まあ、車で来るのもちょっと考えたいと思います。ここキープですね。じゃあちょっと早いんですが、今がまだ6時7時前ぐらいか。まあでもきっと会場並んでると思うので、一冊く会場の方行きたいと思います。千駄ヶ谷には着きました。せっかく早く着いたのに駐車場ばっかり探してるんですが、ここが一番近くて良さそうですね。日曜日だったら12時間で2000円っぽいです。ここにしよう。明日車で来るならここにします。じゃあ会場に行きます。今度こそチケットはとりあえずゲットしたので、ちょっと9時になるまで近くのカフェで時間でも潰そうかと思います。今が8時過ぎ、まあ、定刻通り整理券配られた感じですね。あと1時間ぐらいちょっと時間潰します。今日はそんなにみんな早くなかった感じでした。7時に着いてこの番号でした。さあ潜入しました。楽しみです。このディフューザーがちょっと狙ってたディフューザーなんで、ハチラボさんといって蜂のブランドなんですけど、今日はこれを目当てで買いに来ました。このグラキリス可愛いです。あとここのソフビもすごい可愛いですよね。プランツメイクさんっていうブランドなんですけど、まあ、ここのソフビ前から実は知ってて、カラフルなのから、まあ、いろんなバリエーション出てるので、まあ、ずっと欲しいなと思っていて、まあ、今回は1個購入をしました。このタグかっこいいですね。このタグ作ってもらったんですか今回。へえ、めっちゃかっこいい。名前まで入っちゃった。ロゴがちゃんと入ってます、ね、すごい。でも可愛いですね、確かに。え、これあれグラキリス以外にもあったりするんですか。グラキリス以外にも植物ステファニアエレクタとか、はい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 、
と赤でもへえ、はい、じゃあいろんな植物のデザイン、いろんなタイプを作ってます。かわいい。いつぐらいから出すんですか？あと1、2ヶ月ぐらい。1、2ヶ月ぐらい、はい、オンラインで販売、オンラインで一応出そうかな。でもあれですね、台湾からすぐに買われちゃうかもしれないですね。可能性ちょっと無理してる。確かに危ない。送料高くつくけど、なんかそれは、いやそれでもいいんじゃないですか。あ、これか、これですか、顔がついてるやつ。かわいい。これも見ましたよ。結構あの360円電源のオンがここに。あ、ここでオンオフするんですね。ボタンなんで、ボタンっていうか、まあ、スライドなんで、はいはい、コンセントが同期して、はい、あ、そうですよね、はい、ちょっとつけっぱでもいいですし、あれ風量も変えれるんでしたっけ。いや、風量はこのこの風量だけ、はい、あ、でもまあ全然いける、まあ、まあまあ出てるですよね。あんまり弱い植物にはこういうふうに、ああ、壁に直接当てずに、直接当てなくても近く空気が動いてるか、うんうん、確かに。じゃあこれ1個ください、はい、はい、ちょっと試してみます。はい、これもかっこいいですね、南部。ねえ、重いんですかね。あ、重っ。思ったより重かったです。いやー、買ってしまいました。これね、伝票で持って歩くシステムなんで、めちゃくちゃ買ったことバレるっていうデメリットはあります。はい、お願いします。すいません、お待たせいたしました、はい、こちら美味しいお引き取りになります。はい、ありがとうございます。これをお願いします。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。これをお願いします。こちらで、はい、全部ソールドアウト。ただいまの時刻はでも9時46分ですよ。残り時間お話したいんですね。 ありがとうございます。すみません、はい、ありがとうございます。頑張ってください。お願いします。これですかね。はい、ありがとうございます。入れちゃってくるんで大丈夫です。はい、すみません、入れちゃいます。入れちゃってください。はい、ありがとうございます。このキューピーかわいいですね。あ、ハマってるだけなんですね、これ。これはメントレって言って、はい、ここに切れ目入れないといけないんですけど、はいはいはい、で温めて緩くして、あ、じゃあ外れるんですね。そうです。へえ、かわいい。中に無理やりこれステッカー入ってるんですか？これはそうです。無理やりステッカー入れて、クリアはちょっといろいろ遊べるので、うん、楽しいです。ディフューザーをもらいに来ました。はい。はい。これですね。お願いします。はい。ありがとうございます。はい、入れちゃってください。はい、回収ですね。はい、すいません。ありがとうございます。手皿を回収に行けました。はい。この方ですね。はい。クラックがやっぱすごい人気なんですね。クラックはもう、はい、はい、入れちゃってください。めちゃくちゃ作ってきたんですけど。あ、へえ。一番多かったんですか、クラック。そうですね。こっちがだから逆に。いつも流れてない。まあまあそうなりますよね。クラック鉢ってやっぱ合いますよね。クラックスリットとやっぱ相性が合う。ありがとうございます。白を早々に売り切れちゃった。白もない。いっぱい作ります。じゃあぜひお待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございました。これをもらいに来ました。はい。お願いします。はい。はい、すいません。ありがとうございます。いや、今日アガベデーなのに、で買うつもりなかったのにこれです。やばいです。そしてアガベデーなのに名刺とステッカーも配りまくってほとんど残りがありません。いや、ちょっと明日どうなってしまうんでしょうか。追加します。じゃあちょっと次行きたいと思います。次は表参道です。
渋谷駅に来たんですが、ちょっと行きたい改札口に行けなくてずっとホームをさまよっております。なんか工事してる関係もあって案内板が全然めちゃくちゃなんですよね。いやちょっと今日一生ホームをさまよってるかもしれない。ちょっとね、都内の駅マジ難しすぎます。観光客の人とかどうやって行ってんだろう。なんとか渋谷駅を抜けて渋谷スクランブルスクエアの9階でやってるちょっとポップアップストアにやってまいりました。ここだけちょっと異質な空間で目隠しだがめちゃくちゃすごいですね。こんなにあるとは思わなかったです。ここ植木屋21って言って関西には園芸店なんですけど、昔私がすごくお世話になっていたので久しぶりに名越さんにご挨拶に来ました。相変わらずめちゃくちゃ美学がすごい。これとかも面白いですよね。これ多分 3D プリンターで作られてるんですけど、まあ、21、植木屋21オリジナルのデザインだと思います。あとバクスポがめちゃくちゃ安い。これすごいっすよね。持ってなかったら絶対に買っちゃってると思います。いやーでもどれくらいなんですかね。僕見てる段階で200番まで割りました。はい、整理券が。あ、そう、その人たち予約。予約してるけど当日並んだ順でしか入れないですよ。ああ、はい、なるほど。自分の予約じゃないです。大枠の予約なんだ。もう200分ぐらいからもうあれんげんじゃん。どうなんだろう。どうなんだろう。クラックスリットバチからしよう。クラックスリットバチは9時半でもうなかったんです。違うんですか。なんかこっち一応バクスポ用、ビオレ用で作ったやつ。でもこっちにつけたら見えんくなるから。確かに。みんな一応こうやって飾ってくれてるけど。はい。あ、そっか、つけずに飾ってるんですね。かっこいい。これこっちがいい。こっちこっちがいい。はい、バクスポ用。え、いいんすか。いいよ。え、マジっすか。やった。お前何か買ってくれた人や。あ、あ、すいません。いいよ。あ、ここで大丈夫です。一緒で。はい、すみません。ありがとうございます。じゃあまたお会いしましょう。京都戻ったらまた行きます。ありがとうございます。さあ、今日はこれが一番メインだった新井貴理子さんの個展の整理券抽選に来ましたが、列すご、思ったよりも人気ですね。いやー、これちょっと大丈夫かな。なかなか厳しい気がします。頑張ります。会場がめちゃくちゃ可愛いですね。これ何としても中に入りたいんですが、抽選運ほんとないからちょっと微妙かも。はい、お察しください。ダメでした。いやー、昨日もね、結構抽選でなかなか入れない方多かったみたいなんで、ちょっとまた出直しですね。そして今日最後はこちらにやってきました。ちょっとお邪魔します。なんだかんだいい時間になったので、新井貴理子さんの整理券に再チャレンジしようかと思います。今回は列が少ないので、もしかしたらワンチャンいけるかもしれないです。はい、この通り無事に整理券をゲットしましたが、15時か。今はですね、時刻が13時46分なので、あと1時間半ぐらいちょっとこの表参道で時間が潰せる気がしないので、今回は
残念ながら辞退しようと思います。なのでこの整理券はちょっと返してきます。また平日にチャレンジします。いやさすがにちょっと暑すぎるので久々に帰るわタクシーもう無理です。ございます。2日目7月23日現在時刻が2時6分でございます。お休みじゃなくておはようございますです。ちょっと行ってきます。お察しください。今は時刻が3時4分。高速使ったらめっちゃ早く来れました。ちょっとね明日投稿したい動画の編集があるんでそれやってから会場行こうかな。コーデックスデー16番。今日はちょっとやっぱり競争率が激しかったです。ちょっと目当てのものは買えなさそうですがまあ楽しみたいと思います。じゃあ会場まで時間潰します。青が当たり、青が当たり、それが短期氷好きなの選んでた。ああ。今日はもうこれだけが目的だったんですがちょっと買えるか超微妙、ギリ買えるか買えないかっていう感じ。まあ仕方ないですね。これはすごい時計ですね。これこの辺はもう店株ですねきっと完全に、かっこいい。入り口で、はい、あーって言ったらそのままスーって、はい、やばー来てくれてる。ありがとうございます。間に合いました。いやステッカー、ステッカーあげますよ。ステッカーありがとうございます。ありがとうございます。はい、よく会いますがよく会います、ね、またじゃあご飯でありがとうございます、はい、また楽しんでいてください。めちゃめちゃ早起きだったら気をつけて帰ってください。ありがとうございます。バイバイ。この瓶が欲しくてビールを買って帰りますが当然車なので家に帰ってから飲みます。いやボタニカルボタニカル2日間最高でした。また楽しみにしてます。さあじゃあ帰ろう。今日もちょっとこの大きな紙袋で行ってしまいました。いや会場でたくさんの方にお声掛けいただきありがとうございました。まあ、戦利品動画楽しみにしてますねって言われたんですけどちょっと引くぐらいいろいろ買っちゃったので多分戦利品動画上げれないかもしれない。ちょっと現実逃避しようと思います。いやそれにしても今日朝3時半から並んだ甲斐がありました。なんとか欲しい狙っていたものは買えたので。いやでも普通に考えて3時半からってやばいですよね。いやちょっとでもまあこれみんなに言ってたんですけど家で寝てるのも並んでるのもまあ一緒なんでまあ欲しいもの買えたからなんとか言えてるんですが良かったと思います。たくさんの方にお声掛けいただきありがとうございました。ではちょっとさすがに今日はもう帰ります。あとこのステッカーと名刺もう引くぐらいみんなに渡してこれ名刺が300枚、ステッカーが各50枚ずつあったんですけどもう残りこれだけ。こんな渡した記憶ないんですけどね。まあみんなステッカーと名刺くださいって言ってもらえてありがたかったです。まあ名刺に関してはデザインかなり増えて今10種類ぐらいあるんでまた作って何かのイベントの時にお渡ししたいと思います。もらってくださった皆さんありがとうございました。今度こそ帰ります。さあ帰ってきたんですが今回ですねほとんど植物実は買ってなくて唯一買ったのがこれ、あのケイチョロリンさんという方がいらっしゃって、あのシミ科の方でユーフォルビアすごい好きな方なんですけどその方から売ってもらった
これがなんかねよくわかんないそうです。多分バリザと何かの交配っぽいんですけど、なんかよくわからないけどなんか惹かれて、なんかこういうよくわかんないものに惹かれますよね。なんで今回実は買った植物これだけです。このよくわからないユーフォルビア、まあ、多分バリだとなんか混ざってんのかな、交配されてんのかなという感じのものですね。これにちょっと惹かれてしまって購入してきました。まあでもいっぱいボタニカルボタニカル植物たくさんもう目移りするぐらいだったんで、まあ私のようにこれだけ買ってくるっていう人はなかなかレアだと思いますが、今回買ってきたのはこれだけでした。いや植物に関しては全然買ってないんですけど、まあ、他で買いまくってるので、まあ、全然これだけでしたとか言えないですね。これはちょっとここに置いてしばらく様子見ます。ちなみにこれとかやばい、これもうちょっと多分ちょっとこれ種がどっかから飛んできたのがこれめっちゃでっかくなってきました。ちょっとこれ植え替えなきゃダメですね。あとは今日全敗したこれが長谷川さんの亀甲流、まあ、もちろん今日は買えなかったんで、まあ、今日買ったやつじゃないんですけど、いや欲しかったな亀甲流、全然ダメでした。2日間あったんで、まあ、どっちかで当たればいいなと思ったんですけど両方全敗でした。いつかまたお迎えできればと思っております。やっぱり素晴らしい株です。これはまだ起きてきてないんですけど、まあ、他の亀甲流全部目が覚めてきたんで、まあ、ちょっと逆にまだ全然起きてなくて大丈夫な時期なんですけど、これは起きてなくて心配っちゃ心配、まあでも大丈夫だと思います。長谷川さんの亀甲流でしたという感じで、もう帰ってきて寝ればいいのにちょっと植物を触ってしまっております。帰ってきたらこのサキュレンタムの種が弾けてましたね。ちょっとあんまり今回種取れなかったな。でもこんな感じで映ってますか、これ種が弾けております。全然でもないか。これで一応こうやって、でも数なんか少なそうっすね。20ぐらい、こんな感じ。これがサキュレンタムの種です。サキュレンタムこれで2つとも種収穫終わったんで、今年はもう終わりっぽいですね。多分さすがにもう花咲かないと思います。まあ帰ってきてちょっと今日1時半起き夜中の1時半起きだったんで、まあ寝ろよっていう感じですが、どうしても植物を触っちゃうのがちょっと差がですね、まあ、こんだけ晴れてると植物触りたくなりますね。サクレンタム種取れたんでまた巻きたいと思います今年も。その下にあるのがこれ前にエクスプランツさんで買ったピクマヤなんですけど、これはね良きですよ。なかなかこの枝伸びたりとか新しい葉っぱがどんどん展開してきてるのでいいですね。粒葉になりそう。まあ、もう少し調子上がってきて、あ、花咲いてんな、これどっちだろう、まだ分かんないですね。そう、もう少し調子上がってきたらもう枯れてる枝があるんで剪定してちょっとお気に入りの鉢に植え直そうと思います。あ、そういえばボタニカルボタニカルで鉢買おうと思ってて鉢を買うのをすっかり忘れてしまいました。欲しい鉢結構あったんですけどね、ちょっと買わずに帰ってきちゃいました。また次の機会に。ピグマヤはなかなかいい感じです。深植えしちゃったんで開根見えないんですけど、開根がまん丸でかなりいいピグマヤでした。あとね、昨日も水やりやってましたが、最近毎日水やり夕方にしていて、で暑いから1日で乾かなくて心配かと思うんですけど、すごい調子いいんですよね。でこれが鉄鋼丸なんですが、今これ花が咲いてるの分かりますか。これ鉄鋼丸花咲いてて、でかつこっちのオベサもメス花なんで、これちょっとオベテツ、まあいけるか分かんないけど、ちょっと一応受粉だけしておきます。今ちょうどいいですね。花粉がパフパフすればすぐ舞うぐらいの量なんで、ちょうどいい花粉。これでまた今年もオベテツが作れたらいいのになと思いますが、どうでしょうか。一応受粉しました。今日オベサもね結構あったんで、まあ、買えばよかったな、メス株を。ちょっと失敗しましたね。オベサメス株花咲いてるのあったんで買っとけばよかった。あとは紹介したいのはこれとかも結構いいっすよ。これわかります、これわかる方もいらっしゃるかと思いますが、
うん、なかなかこれはいい感じに今のところ成長してますね。良きです。新しい枝伸びてきてます。これぐらいがいいんだな。まあ、雨ざらしにはならないような場所に置いてますが、まあ、ちょうどいいのかなと思います。あとね、このジプソフィラ、ジプソフィラ今めっちゃ花満開で調子いいんですけど、ジプソフィラ太りましたね。植え替えて今年植え替えたんですよ、久しぶりにちょっとでっかいランバチに植え替えたんですけど、これ絶対太った。植え替えてから絶対太りました。このジプソフィラも結構ね、形樹形が良くてお気に入りの一株ですね。よくちっちゃいのはあるんですけど、これぐらいのサイズのジプソフィラあんまり見ないんで、これはいいジプソフィラです。いいと思います。これはちょっと自慢でした。でこっちのギガスはちょっと今調子悪くて、だいぶ葉っぱが落ちてきちゃったんですよね。まあ、多分ね、貝殻虫とちょっとね、土がこんもりしてるの分かります？なんでこれ根詰まりしちゃってるのかもしれない、根詰まりしちゃってるのかもしれないんで、まあ、土、まあ、昨日水あげちゃったんでダメなんですけど、ちょっと土が乾いたら一回もう一段階大きな菊鉢に植え替えようと思っています。あとね、これ分かりますか？これクンチなんですけど、まあ、あの途中で切ったところ挿し木しといたんですが、なんとこっちからも発根してきて、でもう片方反対側からも発根してきています。なんでこれ、もう一回半分に切って、でこれがほら根っこ出てますよね。根っこが先っぽの方から空中発根してるんで、これ植えたらまたさらに挿し木できんじゃんっていう、もう永遠挿し木ですね。いくつかね、これ以外にもこれとか、ほらこんな感じで発根してるんで、まあ、ちょっと永遠挿し木をしていこうかな。これもそうだし、これもか、ほぼ反対側からも発根してますね。すごいな。途中で刺したやつはほぼ反対側からも発根してるっぽい。こんな感じです。ちょっと永遠挿し木これはしましょう。植えておきます。クンチは生命力がめちゃくちゃすごいですね。無限クンチ完成です。ちなみにこれユーフォルビアグローボーサに関してもこれ挿し木なんですけど、これ今日ちょうどタイムリーにあの声かけてくださった方と話したんですけど、これひょろっと伸びちゃうんですよね。これ伸びちゃった部分に関してはこうやって根元からチョキッと切って、でこれ、まあ、本当はねこれこの白い液をちょっと水に濡らして止めた方がいいんですけど、このチョキッと切ったのをまた土に植えればこれもまた発根して挿し木ができます。永遠とこれも挿し木ができますね。なのでこれも挿しときます。さあ帰ってきました。はい、ということで本日は、まあ、2日間にかけてもうボタニカルだけじゃなくて、まあ、いろんなところに行ってきたのが多分ビログになってるのかなと思います。ちょっと長くなりそうですがすいません。まあ、あのボタニカルに関しては、まあ、前回絶対行きたいなと思っていたけど休み取れなくて行けなかったイベントなので、まあ、今回行くことができて本当に良かったです。あれなんで前回行かなかったんだろう。休み取ればよかったんですけどね。ちょっと前回は行けなかったんで今回本当に行けて良かったです。まあ、イベントとしてはアガベとコーデックスで2日間に分かれてるって面白いイベントだなとすごい思いました。まあ、あの出展されてる方も、まあ、結構すごい方、他のイベントあまり出ない方とかも出展されてたりとか、あと趣味家さんのコーナー、あの趣味家って白い服じゃない方です。白い服の人じゃなくて趣味の家って書いて趣味家の方なんですけど、趣味家さんのコーナーもあったりして、でそこでもすごい株めちゃくちゃありましたね。はい、なのでああいうコーナーがあるのも面白いなと思いました。次回が、まあ、ちょっと次いつ開催されるか分かんないんですけど、まあ、多分きっと定例で開催されるイベントかなと思うので、また次回も機会があればというか必ず開催されたら行きたいなと思っております。大阪でもやってるんですけど、大阪ではちょっと大阪までは行けないかな、まあ、関東で開催されたら行きたいなと思います。
はい、ということで本日はボタニカルボタニカルを行ってきましたという動画になっているかなと思いますが、まだ編集してないのでどうなるか分かりません。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。昨日本日とお会いしていただいた皆さん本当にありがとうございました。またどこかのイベント、次は9月のビッグバザールに行こうかな、久しぶりに 3,4 年ぶりですがと思っておりますので、そこでまたお会いできたらと思っております。ごめんなさい、でも行くか分かりません。ではまた次の動画でお会いしましょう。リトマンでした。いやー、さすがにちょっとバテてきたのでこの後もすぐに寝たいと思います。いやー疲れましたね。でも早起きして3問以上10問50問ぐらいの得がありました。